はい、こんにちは。今日はですね、プラマックスシリーズのパワチャ、こちらを二次元塗装にしていこうと思います。こちらですね、フィギュアじゃなくてプラモデルになるんですよね。で、パーツの方がですね、1個、2個、3個、4個、5個、6個、7個、8個、9個か、まあ、ざっくりとね、雑な数え方ですけど9個ほどあります。こちらが、説明書になります。説明書もね、少なくて非常に作りやすいかなと思います。まあ、最近たくさんパワーちゃんのフィギュアっていうのがいっぱい出てると思うんですけど、まあ、私的にね、ビジュがそんなに好みじゃなかったのと、サイズがちょっと小さすぎるっていうところもあったんで、あんまりこう塗るようなテンションにならなくて、まあ、そこでこのプラマックスから、パワーちゃん出るよっていうことが分かって、あ、じゃあこれでちょっと挑戦してみようかなと思って、いつもフィギュアなんでね、今回プラモデルを組み立てて、まあ、どんな風になるかっていうところをね、試してみたいと思います。プラモデルなんですけど、つなぎ目とかが写真見る感じで普通のフィギュアよりもこう切れ目っていうかね、っていう箇所が本当になくて、もう本当ナチュラルな感じで仕上げられるんじゃないかなっていうシリーズになってますね。で、これ来月か再来月にもマキマさんが出るのかなっていうところで、それもね、購入するようにしてます。私マキマさん推しなんで、ここも楽しみにして二次元塗装できたらなと思います。この目の部分とかも見ていただいたら分かるんですけど、初めからもう色っていうか目描いてくれてるんでね、まあ、今回作業するとき、この目はそのまま生かしていきたいなと思います。あんまりね、こういつもダラダラ喋って計画性ないし、台本とか作った方がいいよって妻にね言われるんですけど、もうめんどくさいんで、そのまま行き当たりばったりで喋っちゃうんですけどね。そうすると編集がすごく大変らしくて、いつもこう編集の時に5分10分ぐらいかなり喋りをカットされてるんですけど、まあ、今回もここカットされてるんじゃないかなと思いながら、じゃあ作業の方入っていきたいと思います。仮組みをしてみました。こんな感じですね。サイズも結構大きいんじゃないですかね。結構パーツも外れやすいっていうか、まあ、取り外ししやすいので、まあ、塗装するときには一旦外して塗装っていうことも全然できるかなと思います。
つなぎ目で言えばね、こういうところがやっぱ若干噛み合わせが甘かったりするので、そこは最終的にね、まあここら辺はね全部消していきたいと思います。それじゃあサーフェイサーで下地処理をしていって作業に入りたいと思います。ではプラモデルのパワーちゃん完成しました。こんな感じですね。ちょっと反省点も多々あるんですけど、あと1回ぐらいアクリル塗料を練習したら把握できるかなっていう感じですね。今回も合間でリペイントの練習をしたんで、そんな細かいところまでは塗ってないんですよね。もう台座もねそのまんまなし。これはちょっとおいおい時間あればアクリル台座に差し替えて飾ろうかなと思ってます。そして今回、利用したのが AK 社さんから提供されている塗料の一部ですね。こちらのタイプの塗料になります。そしてまあ今後ですね、来月ぐらいには、まあ、こういった形の塗料を使って、作品を1個完成させて生地作ろうかなと考えてます。プラスチック塗った感想はっていうと、まあ特に普段全然変わりはありませんでした。でやっぱり本当にアクリル塗料ってすごい塗りやすいです。ブラッカー塗料を私ずっと使ってるんですけど、やっぱりアクリル塗料の方が本当に滑らかで絵の具が伸びて、でなおかつ隠蔽力が強くてっていうところで、本当にいい塗料だと思います。ただねやっぱ使い方一つだと思うんですけど、今回の
悟空の時そんなになかったんですけど、ね、今回2体目のパワーちゃん来てて思ったんですけど、アクリル塗料でちょっとぼやけるんですよね。これもう本当に細かいことなんで、まあ、慣れてったらわかると思うんですけど、ラッカー塗料だと隣同士の色って混じることないんですけど、やっぱ水性塗料って半乾きの状態で塗っていくと若干ボケたりするんですよね。こうこの隣り合う色っていうんですかね。なのでやっぱり一回塗って余裕を持って次上を塗っていくっていう、2色目を塗るときは余裕を持ってベースをしっかり乾かしてから塗ってやるっていうのはすごく大事かなと思いますね。ちょっともう私今回もう合間でやっつけみたいな形でちょっと練習した部分もあったんで、見てもらったら分かるんですけど、こう青い洋服の部分のとことかがちょっとくっきりとならない隣同士のっていうところが次の課題にしてまた練習していこうと思います。はい、それで最後に水性パレット、これ100均のやつで、まあ、次回動画でアップするのかな、塗料の保管方法っていうのもあげようと思ってますんで、そこで説明するんですけど、これでね、1回目に作った肌色と髪の毛を作った時のウェットパレット、ちょっともう水がシャバシャバで、ほんと次に使えなかったんですよね、塗料。で、この面積あって4色しか作れてないんですよね。で、これで失敗したんで、顔から下の洋服とかズボンの部分は水分量をちょっと極力抑えて使用した感じがこんな感じですね。ちょっとね、色を調色するの苦戦したんでだいぶ広がっちゃったりもしたんですけど、これで結構10色ぐらいは作れたのかな。前回がこっちが4色しか水がシャバシャバで作れなくて、こっちは水分量を調整して10色って感じですね。で、もう水性絵の具はもう本当に上手い人たちは1円玉ぐらいの面積でしか塗料を調色して使わないんで、やっぱりパレットで言えばもう結構1体作れるぐらいが、まあね、8割ぐらいはこれ1枚でこと足りるっていう使い方ができて、初めて水性アクリル塗料を使いこなしてるっていう感じじゃないですかね。まあ、そこを目指せるようにね、私もね、次回またちょっと水分調整をしながら頑張って練習したいと思います。はい、いかがだったでしょうか。アクリル塗料の初動画になるのかなっていう感じでしたけど、ね、まあ、アクリル塗料本当に塗りやすいので、塗料選びでね、何でもいいよって言いましたけど、一番最初にもう塗料選びする段階だったら水性アクリル塗料がいいかなと私は思います。アクリル塗料は絵の具に使い方がすごく似てるんで、本当小学校の頃絵の具を使ったイメージを持って塗ればさほど苦戦はしないのかなと思います。ラッカー塗料はどうしても塗料の扱い方っていうのがまたちょっと特殊になってくるんで、私も使い慣れるまでに1年半ぐらいかかった記憶はあります。そして最後になるんですけど、 AK 社さんのこのアクリル塗料ですね、これをちょっと結構問い合わせいただくことが多くて、今 AK 社さんの方にちょっと確認してもらって、日本にも代理店はあるみたいなんで、まあ、こういうキットが売ってる代理店あれば、まあ、そこの URL っていうのも概要欄に貼っておきますので、まあ、ぜひとも活用していただけたらと思います。じゃあバイバイ。